こんにちは。私は東北大学工学部材料科学総合学科4年の大月陸です。出身は宮城県で、仙台一高を卒業してから東北大の工学部に入り、今年の4月からは東北大学の工学部の大学院に進学する予定です。趣味は海外旅行でしたが、コロナウイルスの影響でなかなか行けないので、最近はもっぱら卓球をしています。僕からは主に東北大生の国際交流活動について紹介したいと思います。まず一つ目は留学に関してです。大学は短期と長期のどちらの留学制度も充実しています。僕は3回とも大学の夏休みや春休みを利用した2週間から1ヶ月程度の短期留学を行いました。当時の写真からそれぞれの短期留学の様子を振り返って説明したいと思います。僕は AO2 期で合格したので、大学の入学前に、工学部入学前研修として2週間ほどニュージーランドのオークランドへ留学に行きました。現地の語学学校に通い、英語と文化に関する授業を受けました。平日は主に授業を受けて、休日にはフィールドトリップに行き、綺麗な自然を毎日堪能して動物とも触れ合いました。入学前の研修で今でも仲良くしている友達もできました。しかし最初の留学では自分の英語力がまだまだ全然足りないということに気づかされて、これからの大学生活で英語を勉強しようというモチベーションになりました。次にスタディアブロードプログラム、通称 SAP に参加して、した時の話をします。大学の1年生の春休みに1ヶ月間カナダのバンクーバーに語学留学をしました。バンクーバーでも現地の語学学校に通いました。平日は英語の授業を受けて、放課後は週末に、放課後と週末は街に出かけたり、現地でできた友達と一緒にハイキングに行ったりしました。15人の東北大生のグループで留学したのですが、同行したメンバーに英語が非常にうまい友達がいて、追いつきたいという一心で必死に英語の勉強をしました。その結果、日常会話では英語につまらなくなり、自信をつけることができました。その時はすごくライバル意識を持っていたんですが、その友人のおかげで本気で英語の勉強を頑張れたので、とても感謝しています。最後です。FL ファカルティレッドというプログラムで、大学2年生の時に2週間程度、ロシアのモスクワへ短期留学をしました。これは、語学留学というよりかは、ロシアの文化を知り広める、つまり英語を学ぶだけでなく、英語を使って課題解決を行うという目的で行われました。正直実際にロシアに行くまでは、多くの人が持つロシアのイメージである、寒い、人が怖い、熊が出てきそうなどといったマイナスの偏見が多くあったのですが、実際は寒いという以外の偏見が全く当てはまっていないということに気がつきました。寒いのは実際に本当でした。川も凍るほど、気温が寒かったです。町は、歴史のある建物と現代的なイルミネーションが融合した非常に、綺麗な町並みでした。何より人がとても優しく、その友達をたくさん作ることができたのが、とても楽しかったです。現地で学んだ文化を伝えるという貴重な経験を得て大きく成長したと自分では思っています。例えば、ロシアからの帰国後にロシア料理を作るイベントを開催して、ロシアに興味を持ってもらうようなイベントを、提案し開催したり、することを、経験、を行おうと思いました。また、まとめとして、留学を通じて身につけたことは、英語力、異文化への適応力、理解力、学んだことをシェアする力を、しっかりとしたプログラムを通じて短期留学でも十分に学ぶことができたと思っています。僕は大学院の在学中に長期留学にも行きたいと思っていましたが、今のコロナウイルスの状況から、大学の在学中に行けないと考えています。これから受験をする皆さんも留学をモチベーションに頑張っている、人がいると思います。しかしこのような状況でも東北大では、短期のプログラムをオンラインで行おうという、オンラインで開催しています。
現地に実際に訪れて観光したり文化に触れたりというのは難しいですが、状況に合わせて学べる機会を東北大学ではしっかりと提供してくれています。次の動画ではサークル活動に関する内容もお伝えしたいと考えています。そちらもぜひチェックしてみてください。ご清聴ありがとうございました。